SG 第26回オーシャンカップ優勝戦、限界は誰が決める？その壁ぶち破れ。1号艇浜野谷健吾、2号艇馬場芳也、3号艇瓜生正義、4号艇篠崎元志、5号艇峰竜太、6号艇平本雅之、全員が SG タイトルホルダーと超豪華メンバーによるラストバトル。ゆっくりんや1号艇浜野谷健吾、SG なんと14年ぶりの優勝へまっしぐら、光さしてます。2コースに2号艇馬場芳也、 SG 初 V の足屋で今回も見せるか、ウィリーターン。3コース3号艇瓜生正義、地元の SG 負けられません。クラシックオールスターのリベンジ、今でしょう。4コースから4号艇篠崎元志、地元の SG もちろん並々ならぬ思い。5コースは芦屋を愛し芦屋に愛される5号艇峰竜太、大会連覇かけ。大外オーシャン初輸出6号艇の平本雅之、活路見出せチルト2度。3対3、進入内側から1番2番3番4番5番6番の並び、スタートしました。優勝戦の第12レース、1号艇の浜田屋が若干スタート。1マークの小保線、逃げる1号艇の浜田屋健吾、札2号艇の馬場芳也、まくり刺す3号艇の瓜生正義、向こう正面が1号艇の浜田屋が前、スタートは前提正常でした。先頭1号艇の浜田屋健吾、食らいつく2号艇の馬場芳也、その後ろ3番4番続いて2マーク、トップで1号艇の浜田屋、そして2番手2号艇の馬場が回る。先頭は1号艇の浜田屋健吾が振り切っている。その後ろ2番手には3号艇の瓜生が上がってきた。3番手が競り合い、2号艇馬場と4号艇の篠崎、レースは2周目。先頭は1号艇の浜田屋健吾、向こう正面へ。そして2番手に3号艇の瓜生の選手、3番手6号艇の平本が避け取る。さして4号艇の篠崎元志、4号艇の篠崎元志が3番手をリード。その後ろに2号艇馬場、6号艇平本、5号艇の峰です。さあ優勝が見えてきた。1号艇の浜田屋健吾、2周にマークを折り返す。2番手が3号艇の瓜生正義です。その後ろ3番手4号艇の篠崎元志のアウトから2号艇の馬場芳也、レースは最終周回へ入りました。先頭は1号艇の浜田屋健吾、半端ないオーラとその凄さで初日から存在感をアピールしています。最後のバック、2番手が3号艇瓜生の選手、3番手は4号艇の篠崎がまたリードを奪ってきました。健吾スマイル炸裂します。 SG はなんとも嬉しい14年ぶりとなる制覇が見えた。先頭は1号艇の浜田屋健吾、ラストコーナー折り返します。 SG はこれで V5、 芦屋真夏の王子に輝くのは1号艇浜田屋、2番手は3号艇瓜生、3番手に4号艇の篠崎です。先頭1番浜田屋、14年ぶりの SG 優勝5輪、3番4番2番5輪、6番5番の順で5輪。以上オーシャンの優勝戦前提がゴールインしました。優勝戦が終わりました。見事優勝したのは人気の中心シリーズリーダー1号艇の浜田屋健吾選手、そして2着には道中逆転がありました3号艇瓜生正義選手、3着に4号艇の篠崎元志選手が入っています。やりました。シリーズ波乱のシリーズも自身が絶好調キープで最後の最後まで走り抜いた浜田屋選手、臨戦もきっちりスタート決めての押し切りとなりました。ピットに戻ってきましたね。握手交わしてますけど誰と握手してますかね、顔が見えないんですけど、あ、斉藤仁選手かな、あ、そうですね、グータッチでおめでとうですね、はいはい、本当に、うん、